こんにちは、ひなたです。秋冬に使えるアイテム作っちゃいました。ひなた TV スタート。前回の動画を見ていただいた方はわかるかもしれないんですけれども、私ひなたはですね、お洋服がとっても大好きで、服好きすぎてブランドを立ち上げちゃいまして、こちらですね、ソクチューというちょっとボーイッシュなお洋服に合わせやすい、まあユニセックスに着られるブランドなんですけれども、こちらのソクチューでですね、新作2020年オータムウィンターが登場いたしまして、ボリューム1が先日発売いたしました。おかげで見事完売ということで、ありがとうございます。ちょっと手元にね届かなかったもか、カタカタカタ、手元に届かなかった方もいらっしゃったみたいなので、再販の方も動いてるんですけれども、そんな中ですね、ボリューム2の発売が決定いたしました。こちら更新している時には、発売していますか。9月の20日日曜日18時からの発売です。そして完売して買えないっていう人がいたら申し訳ないというこの気持ちが強くなり、大人と会議を重ね、こちら受注販売となりました。ありがとうございます。なので1週間ですね、27日日曜日23時59分までご注文を受けたまわってるので、まあそこでね、今から紹介する中で気になったものがあれば来週の日曜日までに決めていただけたらいいななんて思います。それでは早速大丈夫ね、それでは早速紹介していきたいと思います。 GO! ひなた TV。 まずはこちらです。ニットキャップ、そしてビーニー、イエーイ、かわいい音色で、じゃあ順番に紹介していきます。まずこちらですね、これは私はニット帽すごい大好きなんですけど、一番使いやすい形サイズ感をちょっとチョイスしました。長すぎてもあれやし、浅すぎてもここが分厚すぎてもダメ。これ結構ね、あの夏場とかオールシーズンでも被れます。私は全然被りますので、すごいおすすめな形と素材となっております。でこれね、見ていただいたら分かるかもしれないですけど、これシャチ、私がね手書きで頑張って書いたシャチなんですけど、ちょっと刺繍じゃ分かりにくいかな。一応あの今回のテーマペイズリーなので、ペイズリー柄のシャチを描きました。描いた絵はこんな感じなんですよ、はい、でこれをプロの方にトレース、綺麗線とか綺麗にしていただいて、で刺繍してもらいました。でこのね、糸色とかもすっごいこだわってあるんですよ。グレーの方がちょっと淡いブルーとオレンジ、ほんの少しさりげない側中って書いてある差し色になる。そしてこのね、バーガンディ、こちらもちょっと濃いめの紺に近い青ですね、にベージュで側中と書いてあります。そしてイエローの方が、うん、ちょっとシルバーっぽい、でもちょっとなんやろ、落ち着いたグレーにこの緑で側中と書いてあります。もうこれがほんまに可愛い。写真出しますね。こんな感じです。結構ほんと形もかぶりやすくて、前髪出しても可愛いし、入れても可愛いし、ちょっと斜めに分けたりしても可愛いし、かぶり方はこんな感じで、耳かけるのをおすすめしますね。私は耳かけてこうかぶって、だいたいこれぐらいの深さかな。でここのフェイスライン気になる方もいると思うんですよ、帽子って。こうちょっと広げたりとか、あとこの辺をねちょっと出して、でここ後で巻くみたいなのをしてバランスとって、あと前髪入れるときはこう下向いてこう持つでしょ。で前髪ごとこうやってやってね。でおでこの広さによって違うんですけど、おでこが狭い方はとか、男性の方はここの生え際をこうやってちょっと見せても外人さんみたいでかっこいいと思います。で私はちょっとおでこが広めやから、ちょっとこれぐらいかな、下ろして、ま、もう全部耳かけて入れて、すごいボーイッシュに被る時もあるし、
あとね、ちょっとさっきも言ったけど、この辺下ろして巻いたりとか、あとこれをね、ちょっとこう分けて、分けながらこうやってかぶって、ちょっとこっちだけ若干出すみたいな、とか普通に前髪分けてとか、あとねセンター分けも可愛いです。センター分けをこうやってアイロンとかで作ってからこうやってかぶっても可愛いですね。だからその日の服の雰囲気とかに合わせてやってもいいかもしれないです。はい、これ本当におすすめ。続きましてこちらがニットキャップですね。これはこっちのと比べて目が細かいと言いますか、もうちょいスリムにかぶれる感じですね。で、なんかスリムと言っても、ここがきつくなってるとかは全然ないし、これもゆったりかぶれます。こんな感じ、ね、さっきはこうポワンってしてたけど、これはちょっとシュッとしてる感じですね。これもすごい可愛いんですよね。冬ってあの色がすごく重たくなりがちなんですけど、こういうオレンジとか、あとマスタードとかもそうですけど、差し色を入れることによっておしゃれ上級者感がめっちゃ出るんですよね。すごいおすすめです。特に元気なオレンジのニット帽は正直マジでめちゃめちゃおすすめです。でちなみにこの糸の色なんですけど、ちょっとねこれオレンジの上に乗ってるから分かりにくいけど、この糸実は茶色、うん、オレンジっぽい茶色なんですよね。で、文字のとこが紺、濃いめのネイビーです。これもほんまにおすすめ。なんかね、私のおすすめのニット帽のかぶり方は、冬とか特にこうパーカーとかの上から、こうブルゾンとかこう羽織った結構ダボっとしたサイズ感になるじゃないですか。でそれワイドデニムとか合わせたらだいぶボリューミーになるんですけど、そういう時にこういうスマートなニット帽をかぶると、こう頭めっちゃちっちゃく見えてめっちゃバランス取れるんですよ。ほんまにおすすめ。私ほんま自分で即中これ4色作ったけど、他にもニット帽めっちゃ持ってるんですよ。それぐらいおすすめです。ちょっとほんと即中の紹介というか、マジでニット帽がどれだけ優れているかみたいな紹介になっちゃった。で髪の毛長い方とかはヘアアレンジ、ここでさ、何フィッシュボーンとか今流行ってるさ、こうゴムピッ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 ってやるくくってるやつとかも可愛いと思うし、ストレートでそのままかけてこうですよ、わかる？それしてもめっちゃ可愛いと思います。ひなた TV 続いてはこちらです。ババーン、うわー、オールー、イエーイ。ではまず、ブルーから紹介いたします。こうネイビーと並ぶと真っ青なんですけど、そこまで青って感じじゃなくて青って感じです。はい、そうだから着やすいってこと。で一応ねこちらも私が手書きでデザインしているんですけれども、側中でね、このここの側中のこの色がまたこだわったんですよ。トントンしてますけど、白じゃなくてちょっと落ち着いたクリームというか、なんというか、もう糸の表を見てもめっちゃ何回も見比べて、ちょっとペイズリーっぽいポイントを入れまして、この糸の色も可愛いな。やっぱこの色にしてほんま正解やな。最高です。で写真はこちらなんですけど、今写真で着てるのは M サイズですね。これ S、M、XL の3つの展開です。女の子は S か M かな、男の人は M か XL といったところでしょうか。ちょっとじゃあ着てみますね、この場でも。全部作中や、ちょっと見えるかな。はい、今こんな感じです。丈感分かりにくい、ここお尻なんですけど、お尻が M だと隠れるぐらいですね。ちょっと大きめです。これしかも生地しっかりしてるし、アウターにも着れるんですけど、インナーにも着れるんですよ。一応インナーでもし着たりしたいんやったら S サイズをおすすめしています。アウターでこう中結構着込んで羽織りたいって方は M サイズかな、女の子やったら。ネイビーはこんな感じですね。文字のところが、淡いブルーと言いますか、そしてこちらもちょっとねくすんだグリーンで、これねあのロゴに使ってるコーディネートでも着用しているやつですね。結構ね私はここをロールアップしたりして、ここかっこよく着るのもすごい大好きです。可愛いでしょう。ちなみに自分が注文したのは、これは一応サンプルなんですけど、
自分が注文したのはブルーが M サイズ、ネイビーが S サイズにしました、はい、これねちょっと今 S 持ってないから申し訳ないんですけど、 S もそんなピタって感じじゃなくて、でなんか女の子で、私そんな S サイズなんか服入らないですっていう子たくさんいらっしゃると思うんですけど、いや私もマジで普段は S サイズ着ないです。でも即中は話が別やからちょっと一回聞いてって感じです。なんか大きすぎずでもピタピタでもないし、体にちょうどフィットするし、ボディーラインも出ないし、いい感じ、痩せて見える。でも中に結構ごつめのパーカーとか重ねて、その中にもタートルネックとか着てとかいろいろしたい方は M サイズ、コートの上に羽織ってるやつがあるんですけど、そういうのしたい方は M サイズがおすすめです。結局どっちも。ひなた TV 気づいた？ちょこちょこ帽子の色変えてるよね。最後はこちらです。ババーン、エンジニアコート。これが正直一番作りたかったやつかもしれないですね。と写真見てもらいましょう。こんな感じ、可愛くない？めっちゃかっこいいでしょう。一番こうおしゃれですよねって分かりやすい感じと言いますか。これは L サイズと XL サイズの2サイズ展開で、女性の方は、L がおすすめかな。で男性の方は170センチぐらいまでやったら全然 L でいいと思います。でそれよりちょ結構ガタイいねんなとか背高めの人は XL がいいかな。で袖と長さもユニセックスにしてあるから長めに作ってあるので男性でも着れます。だから女性は逆に言ったら2回ぐらいロールアップするのをおすすめします。羽織ってみますね。ちょっとこだわりをいっぱい言っていくから、ちょっと縦でごめんなさいだけど、こんな感じ、わかりますか？はい、私の膝がここ、私が身長が 159.5 センチの丈感がこんな感じですね。男性だったら膝ぐらいになるのかな。でこれの左胸の刺繍もなんか同じベージュで合わせてさりげない側柱を入れました。で腰のこのペイズリーですね、このプリント、これも自分でさペイズリーをこうやって書いてさ当てて、でこれの位置も結構こだわったんですよ。最初この辺にあったんですけど、やっぱ女子が来た時に、まあ、男子もそうですけど、ウエスト位置をどれだけ上に見せるかっていうのすごい大事だと思うんですよ、足の長さ。だからここにちょっとポイントがあることで目線が上がるから足が長く見える。でな、これのめっちゃいいところがあるんです。聞いてください。ここポケットなんですけど、これね実はここにポケットがありまして、出てきてじゃーん、意味わかる？中のジーパンのポケットに手入れれるようにできるんです。だからここ閉じててもこうやってめくらんでもシワならんようにこっからポケット入れて、これめっちゃいい。これ結構ハイブランドとかも取り入れているコートのポッケの手法なんですけど、もうめっちゃこれが便利なんですよ。こっちってなんかこう入れにくいし、冬とかちょっと寒いやん、こう入れたいやん、こうじゃなくてさ、それで、ここのポケットもでかいから正直財布とかも入っちゃいます。私長財布使ってるんですけど、長財布入れたらこんな感じ、まあちょいでぐらい、でもそれぐらい大きいんですよ。これだいぶでかい財布やから、女と思えないぐらい渋い財布使ってる。ひなた TV で、このエンジニアコートもこのカバーオールジャケットも全部他に合わせるとしたら、中にタートルネックを着たりとか白シャツを着たりとか、もうほんまに何でも合います、半端なく。だからね、私も早く涼しくなってこれをたくさん着るのをめっちゃ楽しみにしてるんです。さあ、ということで一通り見ていただきました。皆さん何かお気に召すものはあったでしょうか。前回もねちょっと言ったんですけれども、どうしてもねまだまだ小さいブランドで少量生産でやってるから、
こうコストをねちゃんと抑えれなかったところが本当にごめんなさいって感じで、学生さんとかからしたら本当大きな買い物になると思いますので、しっかり考えてね、この1週間どれやろうかなとかして、自分の似合いそうなものを選んでぜひ来ていただけたらほんまに嬉しいなって思います。ちなみにこの私が今着ているロンティー、ホワイトとカーキがあるんですけれども、もう再販を行いまして、このコートたちと同じ期間に注文できるようにしてあります。これも受注販売なので、皆さんじっくり考えて、よかったらたくさん手に取っていただけたら嬉しいなと思います。そして、パーカーとスウェット、もうこちらがすごい人気で、ありがたいことに完売しちゃって、再販をこのタイミングでしたかったんですけども、ちょっと工場の都合でそれができず、10月の中旬に再販させていただきます。パーカーとスウェットとアウターとで同時にゲットしたかった皆さん多分いらっしゃると思うんですけれども、本当にすいません、力及ばず。ですので、10月中旬にも発売されますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ここまで動画を見ていただいてありがとうございました。サイトのこととかは概要欄に載せてありますので、ぜひチェックしてみてください。みんな、どれが気に入ったとかあったら、よかったらコメントしてください。そしてグッドボタンとかもよろしくお願いいたします。ほんで、一番大事なチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ひなた TV でした。バイバーイ。